田総理大臣はトヨタの自動車工場を視察し、自身や閣僚が自動車業界の経営者と対話する会議を秋以降に設ける考えを示しました。愛知県豊田市の工場を訪問した岸田総理は、電気自動車と燃料電池車の製造ラインを視察し、日本自動車工業会の豊田会長らと税制などをめぐり意見を交わしました。カーボンニュートラルという形で状況は変わってきておりますけれども、部品業界一丸となってですね、取り組んでいきたい。自動車業界を頼りにしていただきたいな。視察後、岸田総理はカーボンニュートラルの実現に向けて官民一体で大胆に取り組みを進めていくと述べた上で、次のように語りました。秋以降、新しいモビリティの在り方を議論するために、自動車産業トップをはじめとする関係者と、私及び関係閣僚との対話の場、これを持ちたいと。岸田総理はまた、脱炭素に向かう中でも自動車が日本の成長産業で、クリーンエネルギー戦略の大黒柱だと強調しました。